みんなで作るマスラボのうせんすぶるです。さあ今回はですね、数学オリンピックの予選の問題解きたいなと思います。実際こちらの問題ですけれども、高校1年生であれば解けます。もっと言うと、この会場の意味さえ分かれば、もしかしたら中学生でも解けるかもしれません。はい、そういった問題をね、ぜひチャレンジしたいなと思います。そしてこれは気になった方いると思いますが、今ね僕スーツじゃなくてこの姿です。夏はクールビズということでですね、もしかしたらこの姿ね、今後もね登場するかもしれませんので、ぜひそちらの方もお願いします。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで数学オリンピック予選の問題なんですが、どうですかね。 AB が29の会場、まあ、かなりでかい数字、それを満たしてこの AB 自体がですね、互いに素になるような個数を求めてくださいということで、まあ一旦これ A×B が29の会場なわけですけれども、ちょっとこれ深掘りましょう。29の会場ってこれどういうことかっていうと、はい、このようになりますよね。29の会場っていうのは1から29は全部かけたものです。だからもう計算しようと言ったもんならね、もう0がめっちゃ多くなると、そういったイメージなんですが、さあここでですね、何をすべきかと、OK？ これを書いた後で何も手も足もね出ないっていう人いますけれども、ここです。大事なのは互いに素だよってことと、掛け算したものが29の階乗だよと、これをヒントに何か絞りたいなということでございます。例えば互いに素ってことはこれどういうこと？ A が例えば5で B が8、これはもちろん互いにそうですね。じゃあもっと言うと、 A がじゃあ5の2乗で B が2の4乗、まあ、これも互いにそうですよね。もっと言うと、 OK？ もっと言うと、はい、これも互いにそうになるの分かりますか？ OK？ つまり何が言いたいか、5と8、まあ8っていうと例えば2の3乗だよね。ってことはこの素数、素因数とこっちの素因数が全部互いに素であればいい。もっと言うと、この辺ももちろんそうですけれども、これまず素因数分解します。3527出ますよね。一つでも例えばこれがかける3とかにあったら互いに素ではないですけれども、全くもって共通の素因数がないってことです。 OK？ 互いに素っていうのは、はい、共通する素因数がないってことです。OK？ さあ、これをちょっとヒントに考えませんか？ OK？ つまり、まずこの29、ね、A と B をこう共通する素因数ってありますけれども、そもそもこれを素因数分解しませんかと。これ発想になります。はい、素因数分解をするとこれどうなりますでしょうか？いきますよ。はい、まず2はそのままきますよね。3もそのままきます。4はこれ2の2乗ですから、ここに入りますよと。じゃあ次5はここ、次6はっていうとこことここになりますよね。7は、8は2の3乗ですからここに来る。9は3の2乗だからここに来る。10は 2×5 だからここに来る。どん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 やっていくと、結局ここに残るのって素数だけになりますよね。はい、7の次の素数は11、次はって考えていくと、はい、こうなるわけです。 OK？ でもうパッと分かるのは、29とか23とかこの辺は1個しか出ないですね。ただ13とかは13、26、2つ出るので2乗だなとか、11も2乗だな、7は7、14、21、28、4つ出るからこうだな、5は5、10、15、20、25、30、30は減ない5、10、15、20、25で5の2乗ですから6とかね、いろいろあります。まあ、ちなみに、派生問題でこれ、この素因数当ててくださいとかね、末尾の0は何個続きますかとか、いろいろあるんですけど、そこはね、こういうところ、5の6乗っていうのが、10の6乗であることと同じですので、0が6個続きますよとか、まあ、いろんなね、派生問題がありますよと。だから、そもそも会場で整数問題とか、言ったら基本的にはですね、これを素因数分解するんだよってことは覚えておいてください。じゃあいよいよここからです。はい、素因数これ何個あります？何種類ありますか？
2、3、5、7、11、13、17、19、23、29、10個ありますよね。はい、じゃあ10個あるってことはこれ思い出してみてください。これいきますよ。 A と B が互いに素なわけですよね。さあこうなった時にこれどうですかね。例えば適当にやりましょう。それぞれブワーッとありますけれども、これってもし A が2の何とか乗を取ったのであれば絶対 B は2の何とか乗は取れないですよね。じゃあ次 A が3の何とか乗を取って5の何とか乗を取って7の何とか乗、例えばじゃあこうだとしましょうか。 OK、 こうだとしたら基本的に全部この辺6とか4とか2っていうのは A しか持たない。じゃあもし A がこの種類を取ったのであれば B は必ず被っちゃいけないわけです。被っちゃいけない方全部これを取り切るわけなので、はい、こうなるの分かりますか。これはあくまでも実験ですよ。つまりこれを抽象化してください。 OK、 これどういうことかっていうと、今適当に実験しました。他には A が全部取るパターンもありますよ。 A が全部うわーっと取ってで B が1っていうパターンもあるかもしれない。まあ後でこの範囲をね、絞りますけれども、こういうパターンもあるかもしれない。ってことは結局これどういうことかっていうと、この指数とかは関係ないんです。つまりもっと抽象化、分かりやすくシンプルにすると、はい、 A と B の 2人が10種類の素因数を分けますよっていうことです。これ実は整数問題じゃなくて場合の数の問題です。これに似た問題解いたことないですか。 A と B がいて10種類の素因数を分けます。もっと言うと10種類の人がいて A と B どっちの部屋に入りますかを決める、こういった方がもしかしたら分かりやすいかもしれない。つまりこの10種類の人っていうのをこの素因数ですから上げてみると、はい、このようにありますよね。で彼ら10種類を A と B どっちに置けますか、これを決めるだけです。一旦これ考えてですよ、一旦これを考えずに分けましょう。すると、はい、2に関してはどうですか、 A、B どっちがいいですか。僕は A、 例えば2通りありますよね。3は A、B どっちがいい、これも2通りありますよね。5はこれも2通り、7も2通り、てーんて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 んって考えていくと、これは結局この10種類を A、B2 つの部屋に分けって考えると、これは2の10乗通りになるわけです。 OK ですか。それ一回ちょっと復習しますよ。29の階乗を素因数分解しました。互いに沿ってなんだろうってことを実験してみると、結局これって AB が10種類の素因数を山分けするっていうイメージ。つまりそれはこの10種類の人がいて AB どっちの部屋がいいですかっていうのを聞いてるようなもんですよね。じゃあこの AB の分け方ということで2の10乗等をやりました。今使ったのはこれと互いに沿っている条件。じゃあ最後残ってるのはこれですよね。 A が B より小さい、これは全く考慮してません。はい、ってなった時に、じゃあ結局世の中には A が B よりまあちっちゃいか、B が A より、ちっちゃいか、もうこの2パターンしかないの分かります。だって A イコール B はありえないですもん。互いにそうなのよ、そもそも。ってことは世の中にはこの2の10乗通りにはこれかこれしかないわけ。 OK、 でもっと言うとこれは対称ですよね。じゃあ結局これかつこれ、 A が B より小さくなるためには合計は2で割って、はい、512通りですよ、ということでフィニッシュになりました。さあいかがでしたでしょうか。これね、参考書とかで答え見るとさばっとね終わっちゃうんですけれども、やっぱ大事なのはこういう素因数分解の話だったり、
あとは実験して互いに沿ってどういうことだろうって気づくこと。そしてアナロジーってよく言うんですけれども、場合の数でこれ今まで見たことあるよなっていう問題に帰着する、こういう発想がやっぱり数学を考える上で大事になってくるんですよね。ぜひこの問題解けた方も解けなかった方も友達に説明できるぐらいね力をつけてみてください。ということで、この動画は以上になります。よかったなと思う方は高評価、チャンネル登録、本をお願いします。それではお疲れ様でした。バイバイ。